グーファンタジーラジオ。はい、どうもマロチです。よろしくお願いします。はい、無職の男と付き合うメリット3つ。うん、女性側のメリットだね。うん、無職の男と付き合うメリット。これね、まあその、まあ、3つ喋る前にね、まあ俺ね、人生において無職の期間ってものすごく多いんだよね。うん、すぐ仕事辞めるから。すぐ仕事辞めるから。本当に無職の時間っていうのはめちゃくちゃ多いです、俺。うん、本当ダメよ。うん、けどね、彼女がいなかったことはないんだよ。うん。でね、まあその、あんまり気にしてなかったけど、まあその、まあ、ネットの記事でね、これまた例のごとくね、これまた例のごとくネットで見つけた記事の話なんですけど、メリットがあるらしいです、女性側からすれば。まず時間。うん。まあ、無職だからね。うん。まあ時間はあるわけですよ。それはね、俺も納得はできた。うん。だって会いたいって言えば会えるんだもん。すぐ会えるよ。だって暇だもん。うん。全然ある。向こうの時間に何ぼでも合わせられる。まずそこね、一つ目。二つ目、包容力。まずストレスがないらしいんですよ、無職の男って。まあちょっとそこは分かんないんだけど、ストレスはね、目に見えないもんだから。だからその心のスペースがものすごくあるから、そのなんだろう、そのなんか、その要は心から抱いてくれると。うん、心からその包容してくれる、包容力がある。うん、その無職の余裕ってやつだよね。うん。3つ目、将来性。うん、まあ最近のその無職っていうのはただの無職じゃなくて、その今に見とけよっていう、その不屈の精神を持ってると、そういうことらしいんですよ。ああ、この3つのメリットがあるから女性は付き合えると。嘘くさくてしょうがねえわ。何なんだろうね。けどね、まあ俺は男だから分かんないのかな。けど俺無職の時の方がモテる、モテた、うん、と思うよ、本当に。なんだろうね。だから無職でもお金に困ったことなんてないもん俺。うん、何でも買ってもらえるんだもん。今ものすごくクズ発言したかもしんないけど、クズみたいな発言したかもしんないけど、うん、だ、何でも買ってもらえるし、何も困ったことないよ、本当に。携帯欲しいったら携帯買ってくれるし、払ってくれるし、服欲しいと服買ってくれるし、うん、いつまでも続かなかったけどね。もちろんいつまでも続かないけど、短期間だけどそういう人はいっぱいいたもん。うん、だから何も困ったことはなかった、無職でも。まあただね、そのいつまでも無職でいるわけにいかないから、うん、働くっていう選択をするわけですけど、それも長続きしないから、また無職になってまた同じようなことを繰り返すと。うん、そういう感じの20代前半を送ってました。うん、何年ぐらいかな、10代後半から20代前半、23ぐらいまでかな。うん、23になってゲーム会社に入ったんですけど、うん、もうそのゲーム会社辞めたけどね。うん、まあ長くは勤めたんですけど、そうだね、そこに入るまでかな。うん、ずっとプラプラしてた、適当だったね。うん、けどお金には困らなかったよ。もうやめとくわ、もうやめとくわ、もうやめとくわ。うん、終わり、またな。